被害者？誰が？お父さんのお友達が息をしていないんです。息を？家族を襲う前代未聞の大騒動、山田洋次監督が送る待望の最新作。フレマルタ、俺に死ねっていうのと同様だぞ。死んでるよ。果たしてこの家族の運命やいかに。母ちゃん、一体ないんだから。親父は一人じゃなくて女と一緒だったんだよ。家族はつらいよ2。いつの間に俺の家族は言いたいことを素直に言えないような、そんな冷たい関係になってしまったのか。